さあこの時間5時10分からは10分間 FM ギノワンのスタジオからギノワンスタイルお送りします。今日はね、今穏やかなお天気になってきてますね。綺麗な海が広がっています。海を見ながらのスタジオですけれども、今日はゲストさんいらっしゃってますので自己紹介まずお願いします。はい、ギノワン市普天間小学校前の、パーラーカバオから来ました梅本達也です。よろしくお願いします。パーラーカバオさんね、ちょっと嬉しいです。今日私行ったことないんですけど、食べたことしょっちゅうあるんですよいただいて食べるっていう、これカバオのって言っていただくことがよくあって、なんで嬉しいです。今日は いつもありがとうございます自分で買ったことはないんですけど、ありがとうございます。カバオから来てくださってます。今日あの今の時間とかすごい忙しいんじゃないですか。いや、そうです ね、だいたい部活が終わる時間とか学校が終わる時間帯は忙しくはなるんですけど、はいはい、そんな中ありがとうございます。とんでもないです普天間小学校のすぐ近くにあるということでパーラーなので、もう小学生がめちゃくちゃ行くんじゃないですか。そうですね、小学生よりか、まあ、小学生も多いんですけども、はい、まあ、この時間帯になってきたら中学生とかまた高校生とかが増えてきますね。今ちょっとこういうまん延防止の時期なので、はいはい、学校自体早く帰るようにはなってるんですけども、はいはい、まあ、普通の状態というか、うん、の時は多いです。そうですよね、はい、私最初にいただいたのは友達からたこ焼きをいただきましてめっちゃ美味しかったですそして最近はポテトをいただきまして美味しいって言って、これいくらって言ったら150円とか言って、はこんなに入って美味しくて150円、はーって思いましたありがとうございます。安くて美味しいですよね。ありがとうございます。他にどんなあのメニューがあるんですか。そうですね、まあ、店の、まあ、看板メニューって言いますか、はい、あれはまあ揚げパンなんですけども、はい、まあ、揚げパン以外にも先ほどおっしゃっていただいたフライドポテトのチーズソースとか、結構それこそこの番組イメージじゃないですけど味クーターで味濃い、はい、うん、味になってます。であとチーズドッグ、トルネードポテトとかクラムチャウダーとかホットドッグ、あと夏になって暖かい時になったらぜんざい、沖縄の冷やしぜんざいとかも販売してます。あもうみんなが食べたいやつばっかりですねすごい、へえ、すごい。じゃあもういつも人いっぱい来るんじゃないですか。そうですね、お昼、うん、12時から空いてるんですけども、その時間は A ランチっていうのが500円でやっていて、内容がフライドポテトの小さいサイズと、あとクラムチャウダーかぜんざいかお選びいただいて1品で、ホットドッグとお好きなドリンク1つからお選びいただけるセットなんですけども、これが結構人気ですね、お昼の時間帯は。はい、いいですね、夢のようなパーラーですねありがとうございます。熱いキャスも来てます。ひふみさんこんにちは、ごくんちょ、カープボーイさん皆さんこんにちは、そしてカバオって来てます。あ、カバオです。そう、カタカナでカバオ、はい、名前可愛いですよね。そうですね、いいんですかね、アンパンマンのカバオくんみたいなイメージで、はい、常にお腹空いててもこう安い値段で食べれるような、はい、そうなんですね、はい、へえ。はい、とつきやすい名前だなと思ってたんですけどそういう意味もあったんですね。そうですね、カープボーイさん、小中学生は今は買い食い禁止とかはないのかな。 あると思いますね。ありますね、だから一回帰ってですよねそうですね、一応ランドセルを下ろしてから、まあ、学校一回帰ってからっていうのが学校からのそうそうそう、その辺は守ってると思います、はい、あ、で小春さんがカバオさんの揚げパンとってでも美味しいですよ。 ありがとうございます。さっきから入ってます揚げパンは食べたことないかもしれないので今度食べないとですね、これねお得って来てます。はい、そう、めちゃくちゃね安いし美味しいですね、ありがとうございます。なんか普天間小学校のすぐ近くなんで、普天間小学校の向かいになります。そうですね、斜め向かいになりますね、はいはい、今ちょっと正門が工事中なので、ちょっと分かりにくいってあれなんですけども、金物屋さんの前になりますね、はい、はい、そこにありましてね、何年ぐらいカバオさんはですね、そちらにこの店舗になって2年目ですね。1月6日で2年目になって、その前からは移動販売では10年はやってるんですけども、10年もならないか9年か、うん、ですね。でそこから
こっちの普天間の方の店舗が見つかってから2年になります。はい、なんかこういつも毎日空いてるんですか？はい、そうですね、うん、月から金曜日は12時から今は、まん延防止の20時までなんですけども、土曜日にが不定休ですかね、移動販売もしながら営業しているので、土曜日が不定休で日曜日はお休みとなってます。このね、ほぼ毎日開けてらっしゃって、なんか面白いこととかありますか？そうですね、最近 Uber とか D とか、はい、ああいったサービスがこの去年の12月ぐらいから始まったんですけども、はい、でそこから、まあ、お客さんが、ね、こう来てくれるのが嬉しい、ね、1回目も嬉しいんですけど、また2回3回続いてくれたら嬉しいなと思ってたんですけど、まあ、それが1ヶ月ぐらい前から常連の方が12回ぐらい頼んでくださってる方がおられて、すごい、いつも同じメニューなんですけども、チーズソースと唐揚げを、チーズソースのポテトと唐揚げをもう毎回頼んでくれて、1日2回も頼んでくる時があってで、まあね、この接客での対応じゃないので、はいはい、どのお客さんが頼んだかっていうのが全くわからない。ウーバーの場合はわからないんですね。わからないんで、どんな方だろうって想像しながら注文入ったら楽しんでますへー、誰でしょうね。もう相当もう常連ですねだと思いますね。店もしかしたら知ってはられる方なのかな、店舗に来てくださった方なのかなっていうのが、でもそれぐらい病みつきになるぐらい美味しいってことですよね。で思っていただければ嬉しいです。ね、アミフミさん、ウーバーでパーラーのが頼めたら嬉しいよって。ああ、ウーバーで頼めるようになったんですけども、まだちょっとここら辺の配達地域の配達スタッフさんが少ないらしくて、あ、そうなんですね、たまにすごく待たせる時があって、ああ、はいはいはい。はい、だからまあ。お急ぎでなければウーバーでもいいんですけど、まあ、来ていただいた方が確実に、まあ、お電話いただいたら余計早くできる、あの提供できるので。でもその常連さんも多分行きたいけど、まあ、自粛だかね、いろいろ考えて、そうですね、今ちょうどこういったご時世なので、あんまりこの店に入れないとか、ね、外出を控えてはる方もおられると思うかもしれないですよね。すごい、相当のリピーターですねうわー、もうその人からしたらね、っていうか、まあ、この地域の人、子どもたちとかもね、はい、もうなくてはならないカバーですね。そこまではあれですか。すごい、いや、また行きたくなりました。はい、ぜひじゃあ、まあ、今はほぼ移動販売はやらずに、もういつも普天間小学校の斜め前の、そうですね、今ちょっと移動販売のイベント自体も、まあ、まん延防止のでキャンセルになったりとか、そうなんで、ではあるんですけども、なるほど、はい、スペースどれぐらいなんですか？私食べてばっかりで行ったことないんですけど、ね、結構店は狭いです、で一応中には3名座れる長椅子が1つと、あとテーブル席みたいなんで、まあ何名ぐらい食べてるのかな、結構もうちっちゃいテーブルでも子どもたち、ね、はい、ギュッとなって食べてるんで、7人ぐらいは食べれる席と、で外 のところにも何席か座れて食べるところが用意してあるので、はいはい、じゃあもう一度場所をお願いします。はい、宜野湾市普天間の、普天間小学校斜め前にあるパーラーカバオです。はい、はい、カタカナでカバオ、はい、カバオで、はい、ぜひ皆さん、安くて美味しいのでおすすめです、はい、私からも。ありがとうございますウーバーで頼むって言ったらどうなるんですか？これは電話とか、ウーバーは、地域というか半径何キロとか決まってるみたいなんですけども、この近くの地域とかだったらウーバーで普通に検索アプリで検索してもらったら出ますね。リリフードでも対応してますので、はい、はい、分かりました。皆さんぜひ試して、はい、美味しいです、はい、よろしくお願いします。今日は普天間にあるカバーから梅本さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。以上です一瞬です。ありがとうございます。緊張して何喋ったか。いえいえ、普通でして。ありがとうございます。
ございます。